えー、でございます、えー、私がこの「テンペスト」に出会いましたのは、えー、高校1年生の夏休みでございましたそれも私の自分の誕生日にこの作品に出会いまして、えー、その本を読んだわけでございますもちろん役は坪内翔陽先生だったと思いますその文語帳のセリフになんだか自分でもちょっとついていけないところがあったんですがすごく感動した覚えがありまして それをまたこれをここで今できる幸せを感じております。と言いますのも私はその高校1年生でございます。もう夏休みでございます。彼女もいてもいいようなもんでございますが一人もそういうのもなくコンプレックスの塊だったんでございますね。だから何でもこう人に言われるとなんかその恨みつらみを全部頭の中に入れてですね恨んでばっかりいるような暗い青年でございました。 しかし、このテンペストと出会って、なんでこの人は人を許せるんだろう。この際のこの、その謎は未だに分かりません。これはえ今回、この芝居と出会ったことで、白井さんの演出のもとですね、謎解きができるんではないか。人はどこまで人を許せるんだろうとそこを僕の大きなテーマとして臨んでいきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。